ンつば九郎です。おめでとう。さあ、今日はですね、神宮球場でのスワローズレギュラーシーズンラストゲームとなりました。シーズン開幕から、いや、その前から手を受けてくれたスワローズファンの皆さん、どうもありがとうございました。神宮ラストゲームで、スワローズの勝利を後押しする全力応援で、今日も一緒に盛り上げていきたいと思います。心を一つにオールフォーウィン、熱い声援よろしくお願いします。そしてライトスタンド応援団のみんな、強い応援のリード、今日もよろしくお願いします。さて、今日は阪神タイガースを迎えてのゲームです。タイガースファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。マジか。神宮のね、ラストゲームとなりますけども、今日も気持ちいい声援を受けて、共に試合を盛り上げていきたいと思います。皆さん、どうぞよろしくお願いします。みんなこっちに上がる。さて、今日10月4日金曜日は宮本慎也選手の引退試合です。はい、スーパーカラービジョンの方にも出ておりますけどもね、数々の栄光と実績を積み重ねてきた宮本慎也選手、グラウンドを去るのは本当に寂しいです。ファンの皆さんはね、いろんな思いを持って今日神宮球場に来ていただいたと思います。今夜は皆さん、その気持ちを声援に変えて宮本さんに届けていきましょう。1995年に入団した宮本慎也選手、1年目から1軍でプレーし、初出場はここ神宮球場で4月11日でした。そこから初安打も、初打点も、初ホームラン、1000本安打、2000本安打、400犠打も全てここ神宮球場で達成しています。慣れ死んだここ神宮球場で本日最後の勇姿をみんなで見届け、プレーを目に、そして脳裏に焼き付けたいと思います。そこで本日は宮本慎也選手応援ボードを皆さんにお配りしました。さあ、つば九郎も持ってくれているこの宮本慎也選手の背番号6を、書いたですね、この応援ボードですけど、皆さん持ってますか？この応援ボードを持っている皆さん、一度ちょっとここで掲げてみてください。おー、ライトスタンドいい感じですね。内野スタンドも、おー、もっとみんな手がかけてくださいね。はい、そして三塁側、バックネットから2階席も、三塁側も、おっと、レフトスタンドのタイガースファンの皆さんも持っていただいてますね。ありがとうございます。おっと、そしてライトスタンドには、宮本慎也選手の背番号6をかたちどった数字がちょっとね、見えますけど、ちょっとあの6の左の下の方が完全できないようですね。そこちょっとみんなしっかりしていただきたいですね。宮本慎也選手登場の時はですね、この6番の応援ボードを高く掲げて、宮本慎也選手に声援を送っていきましょう。皆さん、ご協力お願いします。ありがとうございます。それでは、スワローズのチームから宮本慎也選手へのメッセージを収録してきました。スーパーカラービジョンをどうぞご覧ください。チェックダウン。19年間本社、僕は宮本さんにご挨拶をしっかりできるようにこれから頑張っていきたいと思います。今度宮本さんに会う時は自分が成長している姿を見てほしいと思ってます。今まで本当にありがとうございました。シアさん、19年間お疲れ様でした。シアさんに共に教えていただいたことを、これからも継続して頑張っていきたいと思います。本当にお疲れ様でした。19年間お疲れ様でした。シアさんに教わったことを、これからの野球人生で、生かしていけるように頑張ります。本当にいろいろありがとうございました。シア、本当に19年間お疲れ様。それからね、ヤクルトに戻ってくるまで、たくさん勉強して、一緒に、できたらいいなと思います。努力の、19年間だと思います。僕も見習って、努力していければよかったなと思ってます。本当にお疲れ様でした。チームの選手を代表して、山田選手、川端慎吾選手、飯原康選手、そして最後は飯田浩司からメッセージ届けていただきました。ありがとうございました。さあ、それではスターティングクライマックス発表の前に、今日のつば九郎ファイナルバージョンいきましょう。何々、飯様こと檜山選手、つば九郎選手からのメッセージ、仲良くしてくれてありがとう、野球愛を教えてくれてありがとう。
感動をありがとう。ヒル様、お疲れ様でした。檜山選手、22年間、本当に長い現役生活、お疲れ様でした。神宮での最後の優勝をみんなで楽しみにしたいと思います。お待たせいたしました。両チーム、スターティングラインナップの発表です。ただいまよりセントラルリーグ公式戦東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース第24回戦の予定スターティングラインナップとアンパイアを発表します。先攻のタイガース1番セカンド上本、2番センター俊介、2番センター俊介背番号68、3番ショート鳥谷、3番ショート鳥谷背番号1、4番レフトマウソン、マンソン背番号9、5番ライト今成、5番ライト今成背番号49、6番サード新井亮太、6番サード新井背番号32、7番ファースト森田、7番ファースト森田背番号69、8番キャッチャー藤井、8番キャッチャー藤井背番号50、9番ピッチャーメッセンジャー、9番ピッチャーメッセンジャー背番号54、
田哲子。Thank you.